稼ぎもなくて普通の恋愛のスタートラインにも立てない。この人生ですれ違う女の人たちの中に僕と愛し合うために生まれてきた運命の人はいるのだろうか。運命はここにあった。もっと早く佐藤君に会いたかった。運命、本気で言ってる？私本気なんだから。大事な人ができたんです。キスしたら好きになっちゃうじゃん。好きになったらダメなの？